シュトリスもうなんか気持ち悪いね、この手が。テトリスじゃないです、シュトリスという名前らしいです。それではやっていきたいなと思います。スタート。わっ、どういうこと。あ、これで回転か。うわ、気持ち悪いよ。うわ、なんだこれ、どういう状態のあれなんだよ、指なんだよ。下がりつつ、ちょっとここ下はめたい、下のピースはめたい。よし、オッケー。わかりにくい。あ、グーなんだ。グーはここぐらいに落としますか、じゃあ。で、あー、長い棒、長い棒をここにしておくか。これ気持ち悪い、気持ち悪い。あ、でもここはめれば、あ、ま、ちょっとシュトリス邪魔しないで。おい、なんかさ、綺麗に今一応ピースはまってってるはずなんだけど、全然綺麗に見えないんだけど、隙間だらけに見える。もうどういう状態だよこれ。え、やばいなこれ。回転、ここら辺でいいか。よしよしよし、シュトリスだからね、決してテトリスではないですから。綺麗に4つパコって消したいな。何これ、何これ、何これ、何これ。すげえ、グッドがいきなりブーイングに。さっきと何が違うの、色が同じ、色違うけどさっきのと何が違うのこれ。こればっかじゃねえか、グッドしか落ちてこねえ。わっ、やばい、あー微妙、くわー、しまった。形分かりにくいんだよこれ。俺、いやー、すごいこと考えるね。やっぱかゲートはすごいものですよ。ここでいいかな。よし、どういう状態だよ指これ。ここかな。やばいなこれ、そろそろ長細い棒で左側をちょっと当て込みたいとこだな。やばい、ちょっと混乱する。これでいいのか。やばいぞこれ。あ、中身起きた。ちょっと一回消そう。おお、わあ、さらに分かりにくくなった。めっちゃ分かりにくいじゃん。なんだこれ、どこら辺が埋まってるか全然分かんないんだけど。あもうダメだ。よしよし、一段消して、え、これは、あ、ダメだな。あー、ちょっともう、ちょっと、あちょっと、もうダメ。いや、俺は耐える、耐えるぞ。ここで負けるのが、ここで負けるのが二流ですよ。ここで、このピンチを逃れるのが一流じゃないですか。テトリスやります。レトルトさーん、ジャンプ、やったー。よし、オッケー。